駒沢ハウス最終日です。こんなんやったなけど、引っ越してきた時な、こうやって見たら景色ええ家やけどな。ここのカーテン開いてるのほとんど見たことないけど、めっちゃ綺麗や。綺麗な家やわ。こうやって見たら、もう花が、桜がめっちゃ咲いて、めっちゃ綺麗だ。すごかったよな、もう花見やもんな、完全に。あと一軒隣行ったら高級住宅になるのにな。この家だけ絶妙にボロい。住んでる人も全然ちゃうからな。なんでしてないの？なんでしてないね。なんでしてない？かっこよ。なんで俺住んでないの？俺が踏み入れた場所でやってへん場所なんかないやろぐらいで。なんでしてんね。真っ白やな。なんやで2年半。そうやんな。あいつ早かったな。あいつ結構一緒やった。あの薄壁ってかすりガラスでお前2年ぐらい住んでたのすごいぞ。マジで全員お前の部屋の前通んねんから。トイレ行くにしろ風呂行くにしろベッド置いてる。懐かしいわ。ネズミが出たのが一番の入られたな。トイレの扉もよう壊れるし。いつもありがとう。はい、ということで、はい、週刊誌ハウス完全退去しました。ありがとうございました。ありがとうございました。お世話になりました。お世話になりました。何年いたのとかは話したもん。いや、丸3年やね。3年ぐらいおったか。3年おったか。ジョンは結局どんぐらい住んでた？半年ぐらい。半年ちょい。もうちょっとおったか。結構一緒やったよな。そうだもん、ね、結構一緒やったな。最初だから入居したせい、なんかジョンが毎晩でさ飯作ってたな。飯作ってるんだよな。ええー。そうよ、やった。めっちゃええやつやん。ええやつやん。明らかに俺たちははしゃいでた時期があった。そうやな。なんか楽しい、始まりますみたいな。男たちの生活がみたいな。最初3ヶ月ぐらい結構はしゃいでたで。あ、そうなんや。シェアハウスや、みたいな。そうそうそう。いや、でも別に他の3人はシェアハウスしてたからな。で、なんか、あれやね。もっと多かったから。俺たちの国って感じじゃなかったよ。なんかその感じ言ってたな。そうそう。だってさ、今日誰が飯作んねんみたいな感じで、当番までいかんけど、女まあ今日は俺が飯作ろうかぐらいの勢いで。なあ、やってたで。結構楽しんでたで。あの最初はさ、どの部屋にするか合戦とか教えてな。俺ここがいいわ、とか。確かにあれどうやって決めたんやったっけ。なんかリーダーは結局この撮影部屋兼でいいんちゃう、でかくてもみたいな。なんでしくらこんなって、相当のこと俺って、宇波さんどっち決めたの？いや、あれはね、なんか、俺が、契約とかいろいろしたから、はいはいはい。じゃあもう好きなとこ、まず選んでいいよって、宇波さんが言ってくれて、ほんなら、ほんなら俺ここにしますわ。デカ部屋だよね。で、あとは、じゃあ、俺多分なんとなく、あっちの方が良かったから、仕事しやすそうやし、そうそうそう、外も見えるし、で、宇波さんはもう職業で。なんか知らんけど、一番年上で一番体でかい人が、一番寒い部屋に。いやもうだって、あの場所に行くことないやろ。あの駅自体。もうないで。ないやろ。駅にはないかもね。しょっぱかったな。いや、駒沢大学駅自体めちゃめちゃしょっぱかったな。そうやな。駒沢大学駅の思い出ある？みんな。あの飯はうまかったわ、とか。いや、俺、あんねん。どこあんねん。カフェがあって、地下に降りていくとかやな。犬が。はいはい、おる。あ、はぁ、あるあるある。たまに油断したら、店のパグに俺のチキン食われてる。マジで？ほんまにほんまに、俺一回食われてる。あそこ結構マジうまいよ。いや、結構うまい。へぇー。ちょっと、味濃いけど結構うまくて、はいはいはい。よく食ってた俺は。どの辺駅前なの？駅前。駅すぐやんな、多分。越えてちょっと行ったとこ。向こう側やな。あ、あっちなの？あ、じゃあ俺違うやつやな、それ多分。俺、やっぱ公園が一番思い出あるわ。なんであんな駒沢公園に俺は行ってたのかって話よね。なんだったら駒沢公園ってさ、バレてるやろ。バレてるやろ。やっぱだって近いしさ、広いしさ、確かに。撮りたくはなるよな。だって、俺、会の映像もあっこい撮ったやん。そうや、そうやな。そうやな。しかもあれで、祝福が誕生したあそこやろ。そうやったっけ？最初のなんかいろんな技仕掛けていくみたいなやつ。川で洗ってるやつ。あれはだいぶ後やな。それだいぶ後なんや。あれ結構名作やんな、川で洗ってるやつ。あんま伸びてへんけど。一発目ってあれ？実況してるやつ。あ、そうそう。ああ
お前らが実況したやつファイアダックステーションでーす。あの下のカフェとかでも撮ってたやつ。あ、そうそう。あ、はいはい。いわゆる生まれてんだよ、あの駒沢公園とか。ゲリラオフ会やったやん。確かに。あれも駒沢公園だからね。懐かしい。ほんまに皆さんに気をつけてほしいんですけど、駒沢公園の牛丼クオリティめっちゃブレるから、そこだけ気をつけてほしいですね。他の前やろ。そんな、あれのうまくない人、うまい日が。違うね、米の質がすんごい変わる。餅みたいな日とか、あ、米やわ、みたいな日とか。あ、公園のあの、売店みたいな。米ブレするんで気をつけてくださいね、皆さん。ランニングスポットとしてはめっちゃ良かったけどね。走った。走ったわ。俺ら走ったもんね、あの。明日、大晦日の謎の。血迷いすぎやろ。何やねん、あれ。ふんどしで走ろうっていう。音車伸びてへんや。あれやって30万いかへんかったもんな。うん。29もいかへんかったもんな。走りそうやった。ふんどしでもう走ってないみたいな感じだったな、確かに。いや、ほんまに。でも安行さ、初見で最初、駒沢ハウス入ってきた時、どんな感じだったの？え、それはあんま覚えてない。どんな感じやったか覚えてないな。でもなんか別に普通やった気がするけど。てか、なんか事務所みたいな感じじゃないんやって思った記憶ある。あ、家やなって。あ、めっちゃ家やなと思って。それはめっちゃくつろぎやすくて好きやったけどな。確かにな。結構気に入ったよね、安行。めっちゃ好きやったで。でもいろんなコラボの人も来ましたよ。いや、そうなんだ。ほんまやなぁ。だからそのコラボの人が来るたびにちょっとみんなで掃除するみたいな。してたな。してたわ。あったな。まずあの思い出話しづらいこと多いなぁ。そう？あー、なんかほんまにおもろいやつはそうか。何言ってや、切ればいい。だからあの、ハゴさんが、はいはいです。俺、それ最初に浮かんだ。いや、やっぱ俺一番はあれやわ。いや、あれやっぱおもろかったね。あれ最高。あれはやっぱ、一番覚えてるな、あれ。ハイライトとしては。あれは面白かったな。監督もおったし。思い出したけどさ、神戸牛みたいに持ってきてくれたやん。はいはい。そうそう、持ってきてくれたの、奥さんが。で、俺ら4人で住んでたやん。で、3人で、じゃあまず先食うか1人帰ってくるの遅いかな、みたいな。まあ、これちょっと残しといてあげた方がいいよな、みたいな。ことを言いながら、完食したよな。した。したよ。そんなことあったんや。いや、確か、神戸牛ですって、もらった時は4人ともおったんよ。ああ、そうなんや。で、すぐ冷凍庫か冷蔵庫入れて、まあ、後日食いましょうみたいな。あ、そうやったか。感じで、それが食えずっていう。へぇー。俺好きやな。俺逆にジョン住んでた時知らんからね。あ、そうか。あ、そうか。もはやそうか。俺入った時も結婚してたよ。え、安入った時俺も結婚した。してた、してた。あ、そう。入る前に、あの、安行がプロポーズでちょっと編集してくれてた。あ、そうそうそう。あ、そっか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 。あ、そっかそっか、そうなるね。駒沢ハウスすごいからな。恋愛チャンネルやってるだけあって、わし恋愛運すごいからな。あ、そうか。そうか。だって4人で住んだ時って全員独身やった。全員独身始まりで今や4分の3結婚したから。お前ら、お前ら。で、2人子供おるしな。そうそうそう。テラスハウス。えぐ。すごい。テラスハウスではない。男だけしかない。お前よく言うなよ。そしたら清風もめっちゃテラスハウス。こっちかと清風ハウスだし。2年そこらやで、だって。なんか二人ぐらい失恋もしてたけどな、安行と。だから住んでへんからか。住んでへんから。確かに確かに。あんま住んでたらいけてない。住んでたら付き合ってたか。でも意外とさ、そのファンの人がこう、いきなり来るとかなかったよな。一回も見てない。でもよう言ってたやん。来たらもう撮ったらええねんみたいな。いやもう、来たら撮るけど。そう、だから来たら撮ったらええねんって言って、お前そんないいおらんやんけっていう。確かに確かに。その時あの、行ってたから結構。行ってきたよ。俺やんけ。そうそう。そうだろ言ってたよな。こんなん言ってるけど、家に女俺しかおらへん。男らしい風で俺が被害こぼれたけんち。私、こんかったな、ほんまに一人も。いや、さすがにこんやろ。いや、でも結構あるあるちゃうんすか。だから、来るほどには俺たちが人気を出せなかった。そうそうそう。確かにね。去年の、だから炎上前ぐらいのやつのペースでずっと行ってたら来てたかもしれん。ああ。来てたんかな。なんか、ああいうことやるのって結構若いそうなイメージだよな。ああ、なるほどね。10代とか。まあまあまあ。だってもう仕事やってる日とかであんませんやろ、さすがに。突撃とか。なるか。でも土地狂った主婦とかおるで。土地狂った主婦はいるけど。まあだから土地狂う割合として。若気の至りやからな。そう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 。あんだけ来やすい家ないやん。もうあんなもうわかるやん。わかるわかる。安んちもやばいよな、そうなると。いや、俺んちはもうだから、一番やばいよ。いやいやいや。徹底してますよ。どこが徹底してんねん。絶対入り口映さえも。そうやんな。入り口映ってんねん。突入の時モザイクかけてるしな。そうそうそう。窓の外も絶対映せるし。ほんまに配慮してる。必ずカーテン閉めて。いや、これ俺初めて言うけど、一回ベランダの写真送られてきてるからな。怖っ！どういうこと？ Google マップで、ストリートビューで見たら、明らかにこれ安行ちゃん、安行んちですよね、みたいな。それはどういう体で送ってきたの？あっちは。危ないですよ、みたいな。ああ、そう、
危ないですよみたいな、危ないですよって言うけど、これが一番危ないねと思いながら、そうそう普通に返したけど。返したんや。いや、違いますよ、みたいな。けど、俺んちやったわ、あれは。言ったら、じゃあ言ったら、バレるやん、その人。言ったらバレるやん。せっかくカモフラージュしたのに、お前。まあ、いろいろあったな、そう考えれば。いや、いろいろあったよ。結構思い出は濃いで、喘ぎ声チェックもしたし。そうなんした。喘ぎ声チェック何やったっけ？引っ越してきた、初日か、次の日の夜ぐらいに、喘ぎ声チェックしたね。それでセーフやったん？箱ちゃんの部屋はもうドアウトやった。ってことなの、相談の部屋もアウトちゃう。うん、そう。だから、何とは言わんが、俺と箱ちゃんの部屋はもうどっちが何しても無理だということは分かった。そうやんな。だってシクロ一回さ、お前聞こえてたで、みたいな。言ってた。そうやったん？何やったっけな？喘ぎ声とかは聞こえたことなくて。帰るか。そんなのが、部屋で走る音が、シクロに聞こえたって。だから、そんな時代もあったな。まあまあ、そういう時もあるやろね。だったら俺も連れてたしな。マジで？うん、元カノ。元カノじゃねえや。すまん、すまん。いやいや、お前もう。奥さんね。奥さん、奥さん。奥さん連れてきてた彼女だった頃。はいはい。でも意外にあれやね、オナニーとかわからんかったよね。遭遇とかもしてないよね。遭遇もしてないし。ガチャ、あ、ごめん、ないよな。絶対お前今しこってるやろっていうのも、俺は気づいたことないのよ。俺完全にしこってたもんな。それは完全にしこってたよ。みんな完全にしこってたよ。で、鍵とかないやん。鍵ない。あの家。ないな。なんかちょっとさ、セキュリティ上げてた。扉を背にするとか。マジで？覚えてないけど、なんかやってたけど、ちょっとダンベル置くとか。俺けど、ティッシュのシュっていう音を、結構聞こえるから、めっちゃゆっくり引き出してた。実家やん、これ。すっごいゆっくり2、3枚抜いてた。おもろいなぁ。あとあれか。ソタロと監督が風呂で酒飲んでめっちゃ滑ったやつかな。滑ってたなぁ。これ知らんわな。入る前やね、じゃあ。あ、ほんま。やすい、カイトと被ってないもんな。被ってない、被ってない。あの頃まだ俺らはアイドルじゃないけど、うん、そういう路線もなくはないというか、あ、そうね。そういう需要に応えることも必要なんじゃないかみたいなことも考えてた時期。マーキャー的なね。そうそうそう。で、二人で風呂入ったらこんなもんもう、どっかんやろ。そうだから、祝歌手の顔二枚よ。あの辺で気づいたね。違うって。うん。なんか、踏み込んだら違うってね。あ、そうそうそう。普段やってて、そういう風に言ってもらえる分にはいいけど。そう。調子に乗るなと。そうそうそう。俺は調子に乗ってはいけない。あくまで味噌汁のおじさんだぞ。そうそうそう。察して顔も良くない、元気なおじさんたちだぞっていうことを、あの辺から自覚しだした。そう。だから、そうやね。自己認知がどんどん進化していくよね。それはそうかもね。嫌なこと言わないおじさんであってほしいんだなとか。いや、それはめっちゃ考えたな。そうやな。ノウハウを届けすぎてもダメなおじさんだから。わかるわかるわかる。これは口うるさいんだなとかをすごい認知していくよな、コメントとか。それは確かに、ほんまに。この一年半、そうちゃん。ただのノウハウおじさんであってもいけないし。そうそうそう。ちょっと言い過ぎてもいけないおじさんだし。そう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 。いろいろ考えたな、じゃあ。そりゃそうか、俺。だってやっぱ、たまに昔の動画とか流れてくるけど、今日も一日って言ってる時めっちゃ元気やで、一番最初に。下がってどうぞ。今ちょっとやっぱこう慣れてるよな。あ、よくない、よくない、よくない。これが収益源に繋がってるから。やっぱ一言目って大事だからね。そう、第一印象で決まるから。何やったらやっぱ、クロソロの一発目動画とか見直してほしいもん。ああ。輝いてるで、あの時。野心ギラギラみたいな。ああ、もう、ちょっと今なんかビリケンみたいになってるもんな。ちょっとさ、安定しちゃってるよな。だからもう、富、名声、家族、すべて手に入れてるから。なんかスリル与えようぜ、リーダーに。そう、だから。ちゃんと努力奪って。キャッシュカードとか奪ったさ、一発目のあの動画ちょっとなんか俺見てめちゃくちゃちょっと感動したもん。ほんま。みんな TikTok から飛んできてくれてありがとう。そうやな。嬉しい。そうやな。約束通り1000人登録したから動画配信開始。俺ちゃんと見てるやん。お前確か言ってたわ。言ってるやろ。1000人でこんなやっぱ喜んでるんやみたいな。ちょっと調子に乗っちゃいけないですよね、僕たちは。調子はちょっとやっぱ。やかんよな。最近リーダーちょっとひどい、正直。編集してたもん。20とかちょっとひどいで、リーダー。確かにおもろい、古田が作ってくれてんだけど、ちょっとおもろいこと言って笑って終わってる。おもろいでね。おもろいさ、絶対動画に必要ないけど、一個出して、あれ笑ってるだけやな、みたいな。師匠、師匠ブームすんなよ。
その点さ、宗太郎最近めっちゃ頑張ってると俺思ってんのよ。やっぱ宗太郎とショーンはやばい。あ、やってる？やってるやってる。まあ監督はもうな、うん、乗ってる時はすごい乗ってる。そうやな。ほんまにあかん時はもうなんか喋らへんから。監督はな、オリーブの木と一緒やからな、右奥。いや、植物やと思ってもらってる。そうやな、でもわかんな、そこは。そうやな。でもあのシクロちょっと確かにもう一回なんか俺もよくわからんけどなんか応援したくなったから。そうだ、まあ、今は今で結構好きなんやけど、今のシクロ。YouTube にギラギラしたシクロもう一回見たいな。確かにな。なんか今のベースは別にギャップで乗っといてほしいもんな。面白いし。でもオンのシクロも見たよな。確かにな。うごまあ、ということでね。はい。ついに、スタジオハウスとさよならして、新オフィスになるんで。そうっすね。はい。まあそこもちょっとルームツアー的なことできたらいいかなと思ってるんで。はい。はい、皆さんそちらの方も。オフィス楽しみにしておいてください。はい。ちなみにこれは今僕らは茨城に向かって茨城に向かってます。多分この流れやったら新オフィス向かってるみたいな。新オフィス茨城みたいになっちゃうから、ね、全然関係ないところに向かってますけど旅行でなんで車ないのと思ってたの。確かに確かに。ありがとうございました。ありがとうございました。今日も動画見てくれてありがとう。インスタ、ツイッターなど各種 SNS やってます。概要欄からフォローよろしく。チャンネル登録もお願いします。ということで今日も一日お疲れ様。はい、お、お、よし、よし、お世話になりました。お疲れ様でした。ありがとうございました、こんばんは。めっちゃ言うよ。